エゴシホームラン。これはうまく打たれたわ。なんか来た。エゴシおお。エゴ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  W。エゴシに打たれんなよ。相変わらずすげえ当たりでくさ。またスタメンで批判されてた選手の活躍や。エゴシガチャ大成功でくさ。近藤いつも動かないな。なんだこの強打者は。エゴシスタメンに文句言ってたやつ。これだからエゴシはやめられねえんだ。近藤ピタリとも動いてなくて匂い。まあ少しでも気を抜くといかれるって A 教訓になったろ。ずっとあそこばかり投げてたしな。まあわけのわからん選手やからな。エゴシ振ったところに球が来ました。今日のエゴシ三振してない。ヒットとホームランを打つ覚醒したか。うん、この魔人斬り最高や。レフト一歩も動かずってこの3連戦で何度か見たぞ。贅沢は言わんから5者連続くらいしてくれ。エゴシは歩かせたらもったいないっていう心理絶対働くからな。ハム戦って近藤が動かず頭越えていくホームラン打たれすぎじゃない。当たったら万波と同じくらい飛ぶな。エゴシ当たったらこれでエゴシまた固定したら三振祭りになるだけだからな。ご視聴ありがとうございました。